オタホの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは。オタホです。今日紹介するおもちゃは、これだ。今日も声があんまり大きくできません。U フェスに出演するので、今大阪のホテルからレビューしています。仮面ライダーゴーソ、デラックスダークゴーサイコン&ナポレオン&ダーウィンゴーサイコンセットだ。というわけで、昨日レビューしたキューブコンドル、これも僕の YouTube のチャンネルにあります。合わせてみてください。さあ、それではレビューいきましょう。これは仮面ライダーゴーストの劇場版に登場するキャラクターとのことです。この仮面ライダーのゴーストセットが発売されました。パッケージの背面、このようになっています。今日はベルトでこう連動遊びをするんですけども、音声の時にいつも僕は文字を振っているんですけども、それが今日出せませんので、後でこれをお見せします。こんな感じ。さあ、それでは早速中を開けます。ここはもう開いてます。中を取り出します。じゃん、ゴーサイコンが3つ入っています。それでは順番に開封して見ていきましょう。まずはダークゴーサイコン。じゃん、これがダークゴーサイコン。もう早速見ていきましょう。ダークゴースト DEG、 ダークゴースト、あ、これプラスチックの成形がブラックにラメのフレックが入っています。これはクリアパーツではないですね。黒い成形色にラメ、もう綺麗ですね。このようになっています。絵柄を見ていきましょう。 DG、 お、ダークゴースト、これが必殺技。さあ次、ナポレオンゴーサイコン。じゃん、これがナポレオンゴーサイコン。これはナポレオンボナパルト、ナポレオンボナパルト NB、 お、絵柄はこのようになっています。ナポレオン、目の色は全部黒ですね、これ。見ていきましょう。ナポレオン・ボナパルト。なんだろう、この文字の奥に何かデザインがありますね。変身。おー、これはなんだろうな。よーく見ると、ここに馬の絵があります。左右に馬。それからここに剣。ちなみにこの馬は、ナポレオンの愛馬、マレンゴと言います。ナポレオンの有名な絵で、その白馬にまたがったナポレオンの絵があるんですけども、まあそれのマレンゴですね。お、必殺技、剣とあとは銃。ナポレオンといえば、世の辞書に不可能という言葉はないっていうあの人です。さあ、そして最後、よいしょ、あ、そうだ、ごめん、これの成形色、ちょっとこれ見るの忘れてましたね。透明ですね。クリアカラー、クリアカラーのブルーにラメ入り、非常に濃いブルーになっています。そして最後、じゃん、これがダーウィンゴーサイコン。おー、早速見ていきましょう。チャールズ・ダーウィン CD、 ここにもダーウィンと書いてあります。ダーウィンの進化論を唱えた人です。背面はこれは、これもクリアパーツ、僕の肉眼から見るとオレンジかな、オレンジ、とても綺麗です。オレンジのクリアラメ、チャールズ・ダーウィン。あ、この裏側のこの文字の奥にあるデザインはナポレオンとダーウィン同じですね。こっち、
あ、失礼、三つとも同じだ。うん、うん、これが変身。おお、なんていうのかな、こう細胞のような感じですね。これが必殺技。おお、なんだろう、たくさん矢印があります。例えばなんですけど、こう細胞がこうたくさんたくさんある細胞がこう向かっていってるような感じに僕は見えます。これも黒目、うん、ダーウィン号サイコンはこんな感じ。3つを一気に並べるとこのようになります。ちょっと絵柄を変えてみましょう。変身、必殺技、それでは、東京から持ってきたデラックスゴーストドライバーがあります。これで連動遊びをします。まずはダークゴーサイコン。あ、ちなみに今時間はお昼過ぎとなっていて、まあ、周りにうるさくないような時間帯を選んでいます。変身、これが必殺技。大海岸ダークライダー大目玉。おやすみ。次、ダーウィン号サイコン。変身。馬の鳴き声が聞こえましたね。あ、間違えた。大海岸ナポレオンオメガドライブ。ごめんなさい、今操作方法を間違えちゃったんですけども、これが必殺技。そして最後、そして最後はダーウィン号サイコン。変身。必殺技。大海岸ダーウィンオメガドライブ。大海岸ダーウィンオメダマ。
ゴーストドライバーとの連動遊びはこんな感じです。というわけで今回の仮面ライダーゴースト、デラックスダークゴーサイコン&ナポレオン&ダーウィンゴーサイコンのセットのレビュー、いかがだったでしょうか？また今回も、大阪の、滞在先のホテルからレビューをしています。今日は U フェス当日なんですけども。ちょっといつもと違う撮影の環境下だったんですけども、いかがだったでしょうか？改めて見てくれてありがとうございます。少しでも魅力が伝わったのなら嬉しく思います。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おなりでしたぞ、in 大阪。